メガロドン確認。追尾だ。目標先行開始。逃がすな。ロケット弾性車、撃ち方始めー。撃ち方始めー。だからさ。帰りの化け物っす。化け物よな。新型脚部試験車両だぞ。だからってこの組み合わせはどうかと。三輪車で前輪が離体とか変態すぎないっすかね。それは認める。認めるんすか。しかし、実験データは多数入手することができた。そしてさらなる試験機に引き継がれることになる。何のデータが欲しかったんすか。脚部による車体の姿勢制御関連。ちなみに、放水銃を装備しているから消防車としてちゃんと使えるぞ。こんなん火災現場にいたら怪獣映画じゃないんすかね。逆に事態が悪化しそうだな。カエル怪獣でこら。ともあれ、こいつから得たデータを利用して、新たに車両を開発したわけだ。カエルから一転して虫型っすか？ MLT9、多脚消防車。4脚を利用して車体の水平を維持する。過酷な地形もなんのその。群を抜いた走破性。足が気持ち悪いくらいに動いているっすね。おかげで、車だと車内でもみくちゃになりそうな地形でも、比較的穏やかに移動できる。振動はあるものの、コクピットは概ね水平。水平。いきなりなんすか。気にすんな。で、走破性のついでに、多少のとか能力は欲しかったのでサクッと付与しておいた。サクッと付与していい能力じゃないと思うんすけどね。なんかもう、泳いでいるみたいな感じになってる。やり場のない足がゆらゆらしてんすね。スクリュー2つを別に動かして旋回するため、舵は装備していない。擬態用マイコンの有用っすね。なんか犬かきみたいになっているが、船の揺れに反応して足が動いているだけ。そして、上陸。姿勢安定はナナコロビアオキ君の技術っすか？いや、姿勢制御システムは別系統からの派生。転んでも起き上がるのではなく、転ばないようにする方向性のシステムだな。だから、こいつは転んだら詰む。結構軟弱なんすね。いや、4本足のおかげで転びにくいから軟弱ってわけでもないぞ。ナナコロビアオキ君よりも険しい地形を走破できるからな。例えば、こんな斜面でも姿勢を維持したまま旋回できちゃうくらいに。足がうねんうねんしてるっすねー。水平を維持して斜面で方向転換。どんな場所でも水平をキープできるから、射撃じゃなくて放水も安定させられるわけだ。今射撃って言いかけたっすよね。気のせいだ。さらに、姿勢制御はマニュアルで調整もできる。のけぞったり、前かがみになったり。左右に傾けることもできる。そして、これらの技術をさらに洗練した、実用型の多脚船、消防車が開発された。多脚戦車って言わなかったっすか？気のせいだ。そして、実用型多脚消防車が。この、MLT11。どう見ても多脚戦車です。本当にありがとうございました。マルチレッグタンク、もう開き直ってるっすよね。74なんか目じゃないレベルで姿勢制御して射撃が可能。射撃って言っちゃってるし。昨今の戦車のように砲だけ安定させるのではなく、車体ごと安定させている感じ。水上航行能力は重量増加によって試作型よりも遅い。しかし、水上航行能力自体は備わっているから上陸作戦にも使える。なんで消防車に上陸作戦能力を付与したがるんすかね、この人。給水のためよ。消防飛行艇だって着水して水を補充するだろ。それと同じ。同列で語る方がおかしいと思うんすけどね。でんでんで。試作型よりもマニュアルで操作できる範囲を拡張してある。この車両の足は、あくまで姿勢安定のためのもので、歩くことを目的にしていない。そのため、段差は車両同様に乗り越えることができない設計だった。まあ、マニュアル操作で多少は乗り越えられるくらいにはなっている。のけぞりと全速上げで前進しの。姿勢回復。前かがみと後ろ足上げで段差をクリア。試作型で搭載していた姿勢変更と、脚部のトリムを調整して車体位置の上げ下げを調整して。ちょっとした段差ならなんとか乗り越えられる程度にはなっている。
段差乗り越えるのにめっちゃ時間かかってないっすか？4本足で支える前提だから、乗り越えるために足を上げる動作は想定外なんだよ。タイヤの接触面に癖があって、押し付けて回転させたら車体が持ち上がるわけでもないから。離体の方が良かったかもしれないとも思ったりもした。まあ結局ダメだったんだけど。離体も離体で癖が強いっすからね。でんでんで。マニュアルの姿勢制御で車体の持ち上げが可能になっているから、パトレイバーのロードランナーごっこもできる。ほえー。なお、この姿勢の時は不整地の走行はおすすめできない。関節の可動域の限界っすね。そういえば、お腹についているフグリみたいなものは何すか？フグリよな。ただの補助輪だ。段差を乗り越える時に必要でな。先ほどとは逆に車体を下げようとすると、お腹がついてしまう。その時、この補助輪が設置するわけよ。この補助輪のおかげで、段差を乗り越える時に三輪で安定させられる。昆虫みたいに六輪にしたらどうすかね？そう思うなら自分で足と制御回路を作りなさい。うっす。まあともかくだ。消防車なんだから、消火装置の紹介もしておくべ。適当に火災ミッションを作るすか？それは許可できない。なんで？お前らが適当に作ったミッションでも報酬が発生してしまうからな。経費が馬鹿にならない。消火したけや、勝手に放火して勝手に消せ。だ、そうすけど。またポンポン放ちゃんで燃やすすか？いや、照明弾ならこいつにも装備してあるから。この一両だけで放火と消火ができる。ガチマッチポンプ。照明弾は固定式だから、車体の姿勢を調整して射程を変える。水平時には照明弾が地上に落ちない角度に設定されているが、今回は前かがみで射撃して地面にぶつけよう。こんなもんかな。姿勢制御装置が消火より放火に役立つ消防車。照明弾発射。ランチャーク。今。続けて左側照明弾。ランチャーク。今。うっし、あとは燃え移るのを待つだけ。燃え移る前に燃え尽きたっすね。一発ずつでは足りないってことか。ポンポン砲ちゃん使うっすか？いや、ここは照明弾の数を増やそう。安直な火力増強。照明弾を4倍に。放火用火力だから、一度に4発まとめて発射する。もう完全にただの兵器っすよね。ファイエル！ランチャーク。今。ファイエル！ランチャーク。今。よし、ちゃんと森に落ちたな。姿勢を戻していいの。現場に急行。さて、ちゃんと燃え移るかな？一本に炎症確認。よしよし。照明弾が消えたら消火開始だ。環境保護団体が騒ぎそうすけど。その時はこいつで天安門してやる。いやこれ消防車ってことになってるっすから。さて、照明弾も消えたから消火開始だ。メイン放水銃だばー。消火完了。あれ、あっけない。サブ放水銃の出番か。サブ放水銃は四方の両脇。四方は上下のみだが、サブは左右にも動く。消火現場ではサブの方がメインになるかな。サブの方が放水量が多いから、大規模な火災ではサブを多用。でも、メインの方がコクピット視点では狙いやすいし、放水量が少ないから長時間放水できる。使い分けが肝心っすね。ところでこの車両、コネクターが 24×9 に対応していないんすね。統合整備計画前に開発開始したからな。そっちに対応させるには回収するしかない。ほえー。兵器密造しているところ悪いが、ミッションだ。タンク貨車2両を輸送してほしい。北極から90キロほど先の工場に頼む。どえらい距離っすね。時間がかかりすぎる。こんなミッションを受けたら、移送中にレスキューミッションが発生しかねないだろ。レスキューミッションの合間で受けている以上、レスキューに支障が出るミッションは受諾しないでほしいのだが。うるせえよ、黙って働け慕うけども。なんてひどい。ふん、戦力が整ったら奴らの社屋を焼き払ってくれるわ。悪の組織が潰し合ってる地獄しかね。あれ、信号が見えない。これはひどい信号配置。ポイント逆じゃねえか。間に合わず突破。緊急停止。なんで信号前で減速しなかったんすか？信号が見えないとは思わなかったんだよ。
信号前まで戻ったっすけど。おかしいな、ここの信号だけ遠隔操作できない。車両基地ではちゃんと機能していたのに。マニュアルしかねえ。ポチッとな。これでよし。ここさえ過ぎれば放置で70キロほどっすね。目的地周辺でポイント操作があるから、早めにマニュアルに戻さんとな。制限時間が残り3時間半もあるから余裕っすね。早送りできないゲームでこれは正直辛いと思うが。ベッドの時間短縮は乗り物の状態に影響ないっすもんね。とりあえず、出発進行。ああ。出たー、伝説の伏線ドリフトー。ミッション失敗ってことでいいね。後で始末書出しておけよ無能ども。いや、制限時間的にまだ間に合うから。動画の尺的に間に合わないんで失敗でいいよ。そんな殺生な。リベンジしたいなら次回にでもやりやがれ。お前らの自腹でな。ぬぬ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 ぬ。とりあえず、今回はここまで。にゃおにゃおにゃおやめやめ、こんなミッション受けること自体がおかしいんだ。我々はレスキューチーム。やっぱりレスキューミッションを受けるっすよ。